全国で問題となっている耕作放棄地の増加佐渡市では耕作放棄地を減らそうとある取り組みが始まりました切り札は牛です広々とした土地でのびのびと暮らす牛たち人懐っこく近づくと挨拶もしてくれます去年から和牛を飼い始めた 佐渡市の山田洋介さんですあの昔からもう牛を飼いたくてもう友達が牛の仕事をしてたのでもうそれを見ていいなと思っててようやく夢かなった感じですねこの広い土地もともとは工作放棄地でした100ヘクタールで野菜やチューリップの球根などを育てていましたが後継者がおらず10年ほど前から 一部が耕作放棄地になっていました。普段は屋根の修理などを行う職人である。山田さん。兼業で畜産をする方法を探していたところ、目をつけたのが耕作放棄地でした。1年を通して牛を放牧し、雑草を食べてもらうことで、飼料にかかるコストを抑え、さらに耕作放棄地を減らすことにもつながります。 放牧している牛は現在11頭山田さんはまだまだ飼育になれないといいますが今後規模を広げながら牛を50頭まで増やしたいと話しています佐渡牛が佐渡でこう引っしているそもそもの量がこう少ないのでやっぱ高いですよね佐渡牛って。なので自分でその肉を作るとこまでできればいいと思ってます。 農業の担い手が減る中、放牧による耕作放棄地の活用が注目されています。